ニュースポストセブンです。一周忌を前に芦名聖さんの母が娘の死について初めて語りました。芦名さんの死の約2ヶ月前に自ら命を絶った三浦春馬さんとドラマブラッディーマンデーで共演し頻繁に連絡を取り合う仲だったという芦名さん。芦名さんの母は、春馬くんが亡くなる直前に電話をもらったみたいなんです。でも時間がなくてちょっとしか話せなかった。そのことをずっと悔やんでいたようなんです。自分を責めてしまったところがあったのかもしれませんと明かしました。ニュースポストセブン。